世界王者として挑んだロンドンオリンピック、チャンピオンとして世界大会に挑むって、あ、こういう見られ方するんだなっていうのもまた感じれた。2013年は4冠、負ける負けないもそうですけど、うん、いかにして自分たちの圧倒的な強さを見せて勝つかっていう、もうそこにもう突き詰めていくっていう感じでしたね2011シーズン、まあ、キャプテンとしてまあ、なでしこリーグの方ですね、はい、アイナックの方でチーム牽引して、リーグ得点王、はい、MVP、ベストイレブン、もう個人タイトル3冠、このシーズン、はい、もうワールドカップも優勝して、はい、なんでここまで活躍できたんですか。何度も言いますけど、周りのおかげです、仲間のおかげです。純粋にサッカーが上手くなりたいとか、うん、そういう気持ちでずっとやって、でそれがこの年にこういう結果になったっていうだけの話かなっていうふうには思います。まあ、そして世界王者として挑んだロンドンオリンピック、まあ、グループリーグ突破して準々決勝でブラジル、はい、準決勝でフランスに苦しみながらも勝利、まあ、劣勢の時間も多い中で勝ち切ることができましたよね、はい、当時のなでしこジャパン、強豪国相手に対しても勝つじゃないですか、うんうん、なんで勝てるんですかね。本当にね、サッカー的な話をすると、うん、やっぱり守備だと思います。守備をとにかくチームで徹底したいしていたので、うん、失点しなかったら負けないじゃないですか。そうですね。でブラジル戦も2対0で勝って、うん、まあ、フランス戦は1失点してるんですけど、うん、2対1で勝って、うん、ちょっとサッカークロート の、あの、ね、方のコメントとかをちょっと目にしたりとかすると、うん、なでしこはわざとやって引いて守ってカウンター、うん、すごいなんか巧みなサッカーをしてるみたいに言ってるけど、うん、違うんですよ、うん、これ取れないんですよ、ブラジルが上手だからでもやっぱりそこで崩れないってことは、海外の選手ってやっぱりそういう時間が長く続くとどっかで守備でほころびを出してくれるんですね、うんうん、でその時間の時にすでに失点をしてるとなかなか難しいんですよ、うん、その時間まで失点をしてないとカウンターのチャンスになって、でそこで決めれると、うん、まあ、当たり前の話ですけど勝てるじゃないですか、うん、その辺の守備の強さのところは当時のなでしこの強さだったなっていうふうにはすごく感じてますね。まあ、そしてまた迎えたアメリカとの決勝戦、うん、まあ、聖地ウェンブリーですよね。8万人が以上集まったんですよね。もうね、興奮しちゃいました。なんか、うん、もうすごすぎて、うん、もう上の人とかこぼれ落ちてきそうなんですよ。で本当に歓声がすごいんで、うん、ピッチの中の声とかも全然聞こえないですし、うんうん、あんなピッチでやらせてもらって、もうこんな贅沢なことはないなって思いましたね。まあ、あのワールドカップのリベンジに燃えるアメリカという構図じゃないですか。圧力的なものとかワンバックとかどうでしたか。いや、もうね、アメリカって強いんだなって再認識しました。まあ結果は惜しくも 1-2 で敗戦じゃないですか、はい、まあ、ワールドカップとこう連覇にはならなかったんですけど、はい、日本女子サッカー初のメダル獲得ですよね、はい、銀メダル。全6試合に出場してどうでした、オリンピックは。いや、オリンピックはオリンピックで、またこの他の競技もこう見ながらやれるので、うん、あのチームとか、まあ、あの選手メダル取ったってとか、そういうのがこうなんかいいエネルギーとして日本選手にこう来るので、それはワールドカップとまた違った楽しみだったなって思いますし、うん、やっぱりあのワールドカップ優勝があったから、うん、他のチームはもうみんな日本倒すぞになってるんですよ。やっぱりチャンピオンとして世界大会に挑むって、うん、あ、こういう見られ方するんだなってっていうのもまた感じれた。2011年の世界大会に入っていく感じとはまた違うなっていうのは、うん、まあ、そして2012年もリーグ戦全試合に出場、なでしこリーグ連覇に貢献と、2013年はキャプテンとしてチームを牽引して、なでしこリーグ、なでしこリーグカップ、国際女子サッカークラブ選手権、はい、皇后杯を制し、はい、4冠。そうですね、その年はそうでした。これ選手層はもう反則じゃないですか。そうですね、あれ反則でしたね。だってもう負けないでしょ。すっごく生意気かもしれないですけど、うん、負ける負けないもそうですけど、うん、いかにして自分たちの圧
倒的な強さを見せて勝つかっていう、もうそこを突き詰めていくっていう感じでしたね。当然相手と戦ってるので相手に勝つっていうのはそうですけど、うん、でも勝てるもんねっていう感じでやってたら、うん、成長はないじゃないですか。そうですね。だからいかにその内容のところにこだわるかとか、だからその結果が出なくて内容ばっかりこだわって負けてるのはプロとしてはよろしくないと思うんですよ、うんうん、プロはもう結果が全てなので、はい、でもやっぱり結果をがちゃんと出せるところまで行ったんだったらやっぱり内容のところをもっともっともっとってやるべきだと思うので、そこをやってましたね。すごいな。これこそ勝者のメンタリティですよ。もうやることなくなっちゃって2014年3月にアメリカの女子リーグ違います。違うやることなくなっちゃってないんですよ。あ、そんなことない。やることなくなっちゃって行っちゃったわけじゃない。そういうわけじゃないです、うん、ただあのシアトルレイン FC へ、はい、半年間の期限付きでしたけれども移籍、はい、これはきっかけは何かあったんですか。2013年の、うん、多分春ぐらいだったかな、うん、私来年海外にいるって思ったんですよ。予感がしたんですね。あ、そうです、はい、でもそれがじゃあ例えば今のチームに満足しなくなったとか、うん、このままここにいたらもう成長できないとかそうやって思ったからでもないんですよ、うん、海外にいるんだって思ってそれからちょっと海外でやることを意識しだして、で秋ぐらいに多分チームに言ったらアメリカからオファー来てるよっていう感じだったんで、こういうのもタイミングだなと思ってじゃあいい子って思っていきました。アメリカのリーグに参加してみて、はい、うん、なでしこリーグとの違いであったり、うん、感じたことってあります。アメリカってもっとなんか大雑把なサッカーしてると思ってたら、うんうん、すっごく器用な選手が多くて、ちゃんと戦術をこう守ってサッカーをする、うん、その中で自分たちがもともと持ってるフィジカルだったりスピードだったりそういったものを生かす、本当にハイブリッドって感じで、だからもうやっててめちゃくちゃ楽しかったですし、正直そのアイナックでね、うん、タイトルを取ってたあの2011-12らへんやってるサッカーも楽しかったので、うん、これからのサッカー人生でこれより楽しい瞬間って訪れるのかなって正直思ったんですよ、うんうん、でもわあるんだってアメリカに行って感じれました。20試合に出場して9ゴール5アシスト、はいはい、2度の週間 MVP を獲得してチームのシーズン1位に貢献、さらにリーグのベストイレブン、まあ、レンタル期間の終了後14年9月にアイナックへ復帰して、はいはい、まあ、15年ご自身2度目のワールドカップ、はい、カナダワールドカップですね、はいはい、4年前とチームは どういうふうに変わりました、役割も変わりましたか。4年も経ちましたしメンバーも少し変わりましたけど、それでもやっぱり当時の主力メンバーそのままほとんど残ってて、そうで2011年の時は21人だったんですけど、うん、2015年は23人になったりとかもあったんで、はい、まあ、それでまあ多少の入れ替わりはありましたけど、でもやっぱりそこに対するメンタリティだったりっていうのはしっかりと引き継がれていたので、うん、自信を持って挑んだなっていう気持ちの方が大きいですね、うん、なんかその2011年のわワールドカップってどんなところだろうみたいな、うん、初めての遠足っていう感じよりは今回はさらにいい準備できてるよねっていう感じで行ったので、はあ、うん、まあ、グループリーグ突破してベスト16はオランダ、ベスト8はオーストラリア、準決勝ではイングランド、まあ、2大会連続の決勝進出と、はい、決勝戦ではまたアメリカと対戦するじゃないですか、はい、まあ、2対5で敗戦と、うん、これはその前回と比べて何か違ったものがありましたか。このスコアだけ見るととか、その2011年から辿ってみると、うん、アメリカはもう本当に日本にリベンジするためにこの4年間やってきたんだみたいな感じになるじゃないですか、うんうん、まあでももともとアメリカって本当強いし、うんうん、でやっぱりサッカーってワールドカップってこの点差になることも当然あり得るようなスポーツだし大会だし、もしかしたら10回やったらね 1-0 で日本が勝ってたかもしれないし、そういうのも全部含めてその日のコンディションだったりとかチームの出来だったりとかファンからの歓声だったりとか審判もそうだし気候もそうだし、もうそういうの全部含めてこの日はやっぱりアメリカが強かったんだなっていう試合でしたよね、うんうん、まあ、その後ですね、まあ、
ワールドカップ優勝してオリンピック準優勝、まあ、銀メダルですね。そしてこのワールドカップで準優勝という中から2016年リオオリンピックまさかのアジア予選敗退と、うん、あの時チームに何が起きてたんですか？どこまで喋っていいのかな、うん、っていうのもありますけど、うん、まあやっぱりね、そのワールドカップ優勝だったりとかね、あの銀メダル、オリンピックもそうですけど、そういったことを経験したメンバーたちが、うん、まあ、リオの予選を戦ったんですけど、うん、全力では当然やってましたけど、うん、振り返ってみるとやっぱり準備不足だったのかな、うん、もうそれはその練習のとかっていう、サッカーのっていうこともそうなんですけど、うん、もちろん戦ったのは選手なので、ね、うん、選手に一番責任はあるんですけど、うん、アテネかな出場を決めるときに北朝鮮戦をやるので、国立に2万人3万人集めてやったなでしこの試合があったんですけど、うん、やっぱりあの時の雰囲気だったりとか、もう全員で絶対にオリンピック行くぞっていう、うん、はい、協会の本気度みたいなもあったんです、うん、みんなでですね、みんなでです、サッカー界全体がってことですね、うん、じゃあリオの予選でせっかく日本で、うん、予選ができるっていう中で、うん、そういったオリンピック行くぞっていう雰囲気を全員で作れてたかな、うん、どうかなって振り返ると、うん、うん、ちょっと足りない部分もあったんじゃないかなっていう、うん、まあ、何度も言いますけど、もちろんサッカーやってた自分たちが一番なんですけど、うん、本当に勝っていこうって思ったらそれだけでは何にもならない部分もあるし、うんうん、ワールドカップで優勝できた時もそうだし、オリンピックもその次のワールドカップもやっぱすっごい応援されてるなっていうのはすごく感じたので、うん、まあ、そのリオの予選が応援してもらえてませんでしたってそういう話ではなくて、はい、なんかちょっと歯車が合ってなかったのかなっていう感覚はなんとなく中の人間としては感じますね、うんうん。一番の問題は当然選手だけれども、そのサッカー界全体含めて何かが足りなかった、うん、あの2016年6月に、はい、まあ、シーズンの途中ながらですけれども、はい、アイナックを退団してシアトルレイン FC に完全移籍、はいはい、これ再び移籍を決めた理由っていうのは何だったんですか？はい、アイナックで試合に出れなくなったからです。お、まあ、リーグ戦始まって、はい、よし今年も頑張ろうって意気込んで始めたシーズンだったんですけど、はい、途中からだんだんこうスタートで出れなくなっていって、うん、出場機会が減っていったので、試合に出れないならやめてやるっていう感じで飛び出していきました。あ、まあ、でも選手はね試合に出たいですから、ね、そうなんですよ。シアトルレイン FC から2019年1月にトレードでゴッサム、はい、現在のチームですね、はい、FC へ移籍と、2021年8月に日本人選手として初めて NWSL 通算100試合出場達成、はい、海外リーグで、まあ、長くプレーされてますけど、はい、これなんか長くプレーできる秘訣ってあります？もし今若い子たち、はい、あの WE リーグ目指していただきたいんですけど、はい、海外のリーグっていうのも視野に入れてもらいたいじゃないですか、はい、慣れろってことですよね。海外に行ったら海外のやり方があるから、うん、もちろん日本流だなんだあると思うし、うん、自分のやりたいこともあると思うけど、まずはそこで求められてることをやる、郷に従えと。そうです。そのあたりは違うんですか、日本とアメリカ求められるもの？違うと思いますね。だからそれも私がアメリカに行ってよかったなって思う理由の一つで、うん、日本に行ってたら例えばですけど、じゃあ、 あのこのボールホルダーに対して5メートルの位置のサポートがもうナイスサポートだとしたら、うん、まあ、それがいいと思って自分はやってきたんで、うん、それはアメリカでもやりますよね。そしたら、いやいや、そこでサポートいらないいらないみたいな感じで言われるわけですよ、うん、でも自分はそれがいいと思ってやってきたわけだし、うん、自分にとっては正解のプレーだから、うん、これがいらないんだったらじゃあ私はどこに行けばいいのってまたなるじゃないですか。はい、はい、そうですね。でもそれって日本にいたら一生5メートルのサポートがいいプレーだし、自分の引き出しってずっとそのまんまだと思うんですよ、うん、でもやっぱり海外に出たことによって違うスタイルのサッカーに触れることによって引き出しが増えるわけですよ、うん、
ん、それは海外に行って本当に学んだことですし、それをやったことによってなんかこう一つまた成長できたなというか、サッカーのこう深みの部分をこうなんか知れたなっていうのはあるので、うらやましい今の話聞くと、だからどっちがいい悪いじゃないんですよ、うん、日本にいれば日本のやり方があるし、うん、日本代表のやり方がある、でアメリカにいれば行けばアメリカで良しとされてるプレーがある、このチームで良しとされてるプレーがある、うん、なんかその両面をこうね学んでいくことができるので、それはすごくやっぱ海外でやってて楽しいですね。ああ面白そう、それは、うん、まあ、幅広がるってそういうことですよね、うん、あの2021年から日本では女子サッカーのプロリーグ WE リーグが発足しましたけれども、はい、日本の女子サッカー、まあ、女子リーグ、はい、プロ化、はい、どう思いました？時期がおかしいなって思いました。ほう、本当にはっきり言っちゃいますけど、うん、もっと早くできなかったのかなって、うん、そうですね、正直思います、うんうん、やっぱりねプロサッカーっていうのは見てもらって評価してもらってなんぼなので、うんうん、そういった意味では女子サッカーもっと注目されてた時期あったんじゃないっていうのはまあ結構いろんなところで言ってるんですけど、そうなんですね、はい、まあでももう始まったことですし、うんうんうん、ねもっと早くやればよかったじゃんばっかり言ってたって仕方がないので、うん、でも今はまあやっぱりこうして始めてもらえたので、うん、それはやっぱり女子サッカー選手をこう目指す少女たちにとっては夢の舞台だと思うので、うん、その夢の舞台っていうのを今の現役の選手たちが、まあ、もちろんスタッフ含めてどれだけもっともっとこう憧れの舞台として居続けられるかっていうのを真剣に考えなきゃいけないなっていうふうに思いますし、うん、正直まだまだ今は足りてないだろうなっていうのは多分やってる選手たちも感じてる選手多いと思うんですよ、うん、なるほど。あの今世界一のアメリカリーグで、まあ、プレーされている川澄さんから見て、うん、アメリカのリーグって、うん、日本の WE リーグと比べて何が違います？環境面とかあのもちろん選手の質とか何でもいいんですけど、単純に全部ひっくるめて言うと、うん、かっこよさが違います。かっこよさ、はい、やっぱみんなね多分かっこいいと思ってるんですよ、女子サッカー選手のこと。なるほど、これは大きなヒントですね。もうこれは文化の違いももちろんあるんですけど、うん、アメリカってやっぱりスポーツ見る文化があるんですよ、はい、そこがまず日本とちょっと違うので、うん、そこはうーん日本にはやっぱ見に来てもらう難しさはあるなっていうのは感じます、うんうん、ただやっぱりそのスタジアムに足を運んでもらうためにそのプロ選手としての立ち振る舞いだったりとか、やっぱりアスリートっていう存在そのものがやっぱりかっこいい存在としてそこにあるので、それは、うん、アメリカと日本は違うなって思いますし、現代でいうとやっぱりプロモーションだったりとか、うん、それこそ SNS を使った発信の仕方だったりとか、うん、そこはもっともっとアメリカから学べるところあるんじゃないかなっていうのは今のアメリカのリーグと WE リーグ見てて感じますね。まあ、アメリカはそのスポーツエンターテインメントの分野で言ったらもうすごいじゃないですか、このパワーも含めて、はい、なんかいろいろいいところをね真似ていったらいいですよね、はい、いや本当にそう思います。あの川澄さんまだまだ現役続けられると思うんですけど、はい、なんか今後の目標とかってあります？目標ですか、はい、契約を勝ち取っていくっていうもうそこですよ本当に。プロとしてやっていきたいなっていうのがあるので、まあ、現役を続けようと思ったら続けれると思うんですけど、ね、ただやっぱりプロサッカー選手を続けたいって思ってるんで、おやっぱりまだまだプロサッカー選手を続けたい、はい、でもなんか今の話を聞いて最高峰のスポーツエンターテインメントに触れてるじゃないですか、はい、なんかそれをねこう伝える役というかね、うん、エヴァンジェリスト的な、ね、ことなのか、うん、前にこうグッていく力はあると思うんで、うん、なんかそっちサイドね、すごくちょっと期待しちゃいますけど、まだまだ現役なので、ね、現役をこう頑張っていただきたいな、はい、応援しますけど、ということで今回は川澄さんと川澄なほみのここまでのサッカー人生を振り返ってきました。本日はどうも長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか？いやもうねワールドチャンピオンですよ。ワールドカップで優勝した人間って21人しかいないからね、選手で。だから男子が
どうやってワールドカップ、ね、優勝するかっていうところのヒントにも必ずなるでしょうし、まあ、こういった経験を聞かせてもらえるっていうのはね、本当にありがたい機会かなと思いますけど、本当にこういう人が成功者なんだなって僕はすごく強く思うんですね。だから思考が成功するようにできてるっていうか、まあ、僕は到底見えてない世界というか、すごく学びになりましたね。だって変わってないんだから、ずっと思考が。で最終的にワールドカップ優勝っていうね。でも中学校の時、高校の時にそういう思考だったけれども、そこで諦めてたらその先はないわけでしょ。視聴者の皆さんにもヒントになるこう思考というかがたくさんあったと思います。まだまだサッカー少女たちに憧れられる存在として頑張ってほしいね。え、本当頑張ってほしいですね。ケイさん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。